こんな感じ。てか、じゃあ今日はダッチオーブンで鶏肉の美味しい料理作っていきます。鍋の中に油をひいて、でレンチンして、こう用事が中まで抵抗なく通るようになったじゃがいもを用意してください。これを入れます。よっと、あちちちち。そしたらヘラで軽く炒めていきます。で、この時にニンニクの薄皮とニンニクの芯を取った実を入れて一緒に炒めてあげると、めちゃくちゃ香りが良くなります。じゃがいもが中まで柔らかくなったら、一回全部取り出しちゃってください。じゃがいもを取り出したら、バターを2かけぐらい入れてください。こいつを鍋の底でしっかりと溶こう。そうすると、そこについたじゃがいもの、なんだろう、汚れみたいなのが浮き上がってきます。二つじゃ足りなかったんで、もう二つ入れて四つにしました。そしたら軽く塩を振った鶏もも肉をこの中に入れていきます。皮目の方を下にしてあげて、だいたい中火で最初5分焼いてください。周りのバターがすごいじわじわしてくるので、この状態から5分焼いていきます。で、たまにスプーンで作ったバターを上にかけるといいんですけど、これめちゃくちゃすくいにくいんで、どうにか方法を考えます。大体5分経ったので、裏返すと、お、いい感じになりました。ただ、先ほどのじゃがいもを戻してあげて、この状態で弱火にして、だいたい5分火にかけて、その後30分放置してください。ちなみに火から触れた後のこの中はこんな感じ、熱が冷めるまで放置します。てなわけで、粗熱が取れるとこんな感じ。しっかり切っていきましょう。チキンを切る前に弱火でお鍋を温めると、チキンの下の方が温まって食べるときに適温になるのでおすすめです。チキンを切ると、中はどうなってるかな。中までしっかりと肉が入ってますし、しっかりと鍋を締めながらやったので、少し押すと肉汁が出てくるぐらいジューシーです。てなわけで、こんな風にチキンがなりました。味もめちゃくちゃ美味しかったんで、よかったら皆さんも作ってみてください。バイバイ。